乱却。これらは政府側の人間の戦闘術、六式。そういや昔、政府の裏の諜報機関 CP9 のメンバーが脱獄したと噂を聞いた。妙な話じゃ、諜報部員が捕まっておったとは。よくそんな事件を覚えてたな。脱獄した諜報部員、そうだ、それが俺だ。俺が CP9 の時、お前が七部会の一員の時にな。お互い随分立場が変わった。今ここにいる自分は気に入っているが、これでも苦労したんだぜ。13年前のたった一度のミスだよ。黙って聞いてくれ。ガガン！